平行線と書く4番。今回は平行線になる条件について一緒に学んでいきましょう。さあ、こちら見てください。2つの直線に1つの直線が交わるとき、次のことが成り立てば、その2つの直線は平行になりますと。さあ皆さんね、前回の授業ちょっと思い出してほしいんですが、2つの直線が平行ですと。はい、この時さ、この2つの直線に1つの直線が交わっている。さあこんな時って何が等しいんでしたっけ？2つありましたよね。はい、それが今日のヒントなんです。2つの直線が平行だって時は、はい、なる2つの角が等しくなんだよね。はい、1つ目いきましょう。はい、何かというと同位角が等しい、そしてもう一つが錯角が等しいでしたよね。ということで、同位角錯角が等しければ、その2つの直線っていうのは平行なんだよっていうことができるよってことなの。はい、じゃあそれをヒントに、はい、こんな問題をやっていきましょう。さあ次の図で平行である直線を、この記号を使って示してみようというこんな問題です。さあ見た目はね、どれも平行に見えるかなと思うんだけど、ちゃんと同位角が等しい、錯角が等しいっていうのをさ言えて初めてその2つの直線は平行だと言えるわけですから、見た目で判断しちゃダメですよ。はい、じゃあちょっと見ていきましょうか。はい、ここ75度って書いてあるね。じゃあさ、ここと同位角の位置関係にあるのってどこかというと、これもし下だったらここだよね。ここ何度なんでしょうか。ちょっと出してみようか。はい、半円は180度なんだから、180から105を引いてあげればいいよね。180から105を引けばいい。そうするとこれ計算すると75度って出るよ。はい、同位角が等しいよね。ってことは L と M って平行だよね。はい、ということでL と M は同位角が等しいので平行と言えます。はい、じゃあ他にはどこかありますかね。ここ77度って書いてある。でここ77度ってことはさ、これと同位角の位置関係にあるのがこれここだよね。75度。だからこれほら同位角等しくないから、この A と B は平行ではないんだね。はい、じゃあ他には、あ、ここいけそうですね。ここ105度って書いてあります。じゃあこっちは半円が180度なんだから、180から105を引いて75度だよね。さあここが75度って分かったら、もうみんな見つけた人いるんじゃない？ここ75度でしょ。ここと同位角の位置関係にあるのってここだよね。ここも75度ってことは A と C は同位角が等しいんだから平行だと言えるわけですね。はい、ということでこの2つですね、はい、L 平行 M、 A 平行 C ということが分かりました。今回は平行線になる条件について一緒に学んでいきました。